後に FFA 持ってない？持ってます。はい。おばあちゃんおばあちゃん。いや、マジで、今すぐ買って。まず FFA は1928年に創業したアメリカの国立農業学校のユニフォームのことなんよね。で、その学校がいろんな州にあって、各州ごとの刺繍とか、その当時に来てた人の名前とかが刺繍されてて、古着好きとしてはロマン感じるポイントなんよね。その FFA の着こなしなんやけど、オールアメリカ人風に着るとしたら、みんなやったら何合わせる？俺は501かチノパンかなとか思うけど、見てこの着こなし。インナーに綺麗めのシャツ持ってきて、ボタンは上半分だけ止めて A ライン。パンツはデニムやけど、カットオフして、絶妙な丈感のブラックデニム選んどんよね。おしゃれだよな。頭周りは小ぶりのピアスとか、インパクトあるアイウェア、お団子で女性が着とるっていうのもめちゃくちゃいい。FFA以外のアイテムを綺麗めに着ることで、イナ対 FFA とのコントラストになっとって、めっちゃおしゃれやと僕は思う。僕も思います。FFA、絶対買った方がいい。よし、見とけ。Dad, are you sure you know what you're doing?サンドロー